キク,キクユ族、キクユ族、キクユ族、キクユ語。集団としては、個人としては、は、アフリカ東部、現在のケニアを中心とした地域に住む民族である。主に、ケニア中央部に住むバントゥー系農耕民で、キクユ語、あるいはお話。す、ケニア人口の22%にあたる、534万の人口を要する国内最大の民族である。確かではないが、民族学者は、 他のワントゥー系の民族と共に、西アフリカから現在のタンザニアを抜け、キリマンジャロを東に移動し、ケニア山の周りに移住し、残りは南部アフリカに移住したと信じている。演武、メルなどの隣接民族と言語、文化的に近い。居住地は首都ナイロビから北西方面にあたる。元は狩猟最終民であったと考えられているが、ケニア山及び、 ケニア高地で農耕を営んだ。早くから白人入植者に土地を奪われ、労働に徴用された。また、ミッション系の学校で教育を受けた多くの若者がナイロビで働いた。第一次世界大戦にケニアに入植した後のデンマーク作家カレンブリクセンは、自分のコーヒー園で雇用した菊ユの人々について、次のように書いている。アフリカの日々より、反抗心を持たず、 羊のように我慢強い土地の人たちは、権力も保護者もないまま、自分たちの運命に耐えてきた。偉大な諦めの才能によって、今も、なお彼らは耐えている。菊油族は、マサイ族のように霊族に耐えず、死を選ぶことはないし、ソマリ族のように、傷つけられ、騙され、軽んじられた場合、運命に挑戦することもない。異国の神とも親しみ、囚われの境遇にも耐えてきた。 こうした背景から、1919年に、菊油人、ハリー作がナイロビで、東アフリカ協会、エアーを組織し、これが、ケニアの民族主義的な政治運動の始まりとなる。1924年には、青年層を中核とする菊油中央協会、ケイカができ、植民地政府と同調する、市長勢力と対決した。ケイカは、 労働問題やアフリカ人への土地返還などと取り組み、禁煙の民族だけでなく、ルオジーにあるイア人とも、超民族的な連帯を達成した。平和的な手段に飽きたらずけい急進派が起こしたのが1952年からのマウマウ戦争であり、これが白人入植者撤退のきっかけとなった。1960年にケニアの民族主義者たちは、ケニアアフリカ民族同盟に結集するが、 1963年の独立後、恩健派の菊油であるジョモケニアッタ、ジョモケニアッタが保守勢力を引き込ん新植民地政策をとると、旧新派は社会主義を掲げて対立した。1978年ケニアッタが没すると、将来の大統領の座を狙っていた、ケニアッタ政権の司法長官の菊油人らは、当時副大統領であったのに、エルアラップもい。 ダニエル・アラップ・モイ擁立に動き、当初は菊湯から軽く見られていたモイが就任したが、彼はやがて強権化を推し進めていくこととなる。今日でも、菊湯人の一部には、不遇の念が強くわだかまっているという。2002年以降の、第三代ケニア大統領ムアイ・キバキ、マワイ・キバキは、菊湯族の出身者であり、彼の政策は、他部族から露骨な、 キクユ族優遇政策であると見られている。2007年12月の選挙において、木脇ジニエは、対立候補であるルオのライラ・オディンが、ライラ・オジンが候補を勤差で破り再選を果たしたが、不正選挙ではないかと疑った若者たちと、治安部隊とのと、を皮切りに、民族同士による虐殺が起きるほどまでに事態が、深刻化した、暴動、ケネア危機が起こり、他部族が、 菊ユ族に対して明らさまな敵対行動を見せるようになってる。菊ユ族は歴史的には伝統信仰を信じてきたが、現在はほとんどがキリスト教に改修している。菊ユ族の伝統信仰は、ケニア山の頂上に座する神を褒ずる一神教である。恩がは、マーサイ族からは、宴会、マサイ語、宴会と呼ばれているが、同じ神を指している。 民族の家族的な単位は、男系の氏族あるいはクラン、モヘレガあるいはムヒリガの下にサブクラン、バリ、さらにその下にリネージ、ニョンバあるいはニョムバというように血縁によ、縦のつながりが重層的に見られるものであり、これにリリカ、参照、カツレイというバリ同士を横につなげる機能を果たす集団が加わり、民族全体の一体性が強固なものとされてきた。 先の単位のうち、モヘレガについては神話における始祖、ギクユとその妻、あるいはの間にできた娘たちそれぞれの子孫として、以下のものが知られている。キクユ族の聖因子個々人の命名には特有の規則が見られる。詳細は、キクユ族の名前を参照。かつては、男女共に共同体における一大行事として、 成人儀礼である活礼が行われており、男子は活礼を受ける前は、少年、受けた後では、青年、女子は受ける前では、少女、受けた後では、生娘というように故障が区別されてきた。同時期に活礼を受けた者同士で構成される、集団割以下、あるいはと呼ばれるが、集団名には活礼を受けた、当時の出来事が付けられ、民族に起こった歴史を伝える機能も有している。 例えば1891年の理科派という名称で、これは一般名詞としては天然痘を意味するが、1891年に菊ユ族の暮らす土地に天然痘が見られようになったことを伝えている。2012年以前の段階で女子の活礼は法的に禁止されており、男子も都市部の者のは大半が病院で手術を受けるなど、共同体の儀礼としての意味は薄れている。 しかし、1980年代後半に出現し、90年代後半から、ケニア社会で、ムン劇と呼ばれるようになった、菊ユの伝統的な価値観の復活を標榜する集団が存在するが、これは民族アイデンティティのようとして、女子活霊を女性に強要し、女性に対して襲撃を仕掛けるなどの暴虐を働いてきている。伝統的に結婚の際は、男性が、 女性の実家に対して、あるいは、あるいはを払うの表しが存在する。支払いは、数本の砂糖キビや氷炭数本分の蜂蜜酒、ヤギや羊数十頭などで行われる。ゆえに、悲惨のない男は結婚することができず、良い娘は貧乏人の門を素通りしていったという、ことわざが生まれた。なお、かつては、男性が婚子を支払った後に、娘が嫁に出されたが、 現代においては先に、娘が嫁いでから男性が、長期的に婚紙の支払いを行う例が多い。また伝統的に、一夫多妻制が存在し、民族学者でもあったジョモケニアッタは、菊湯は、幼少の頃から、男になるというのはできる限り多くの妻たちとの、家庭を愛して保つことであると教えられたと述べている。そのため、一人の男に対して、 妻が複数人いることを前提とした女房二人は毒の壺二個ということわざが存在する。聞く語英語、日本語。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。